今回あるのは、攻略の聖変の補足だ。何か言ってたわね、話したいことがある、と。ああ、再生数は死ぬだろうが、そんなことは関係ない。どうしても、モヤモヤしているから話したい。そしてそのモヤモヤを、やっと晴らせる状況になったんだ。どういうこと？今日はな、攻略の聖変前後の、諸大名の動きを、補足したいんだよ。前日談でやった内容じゃ、足りないってこと？あれはな、かなり簡略化した初級者向け、ぐらいの、諸大名の動きなんだぜ。実態はもっと複雑で、答えも特に出ない、曖昧なものだったりするんだ。ああ、なるほどね。今までは、攻略の聖変について、実は、と、多少突っ込んだところで、そもそもの攻略の聖変を知っている人が、ほとんどいなかった。だけど、今は違うぜ、うちの前日談動画を見てくれた人は、細川頼之をはじめ、今川良春、芝義之、時折康、山名氏清、京極隆秀といった諸将について、聞いたことはある、プラスアルファぐらいの認識はあると思うんだ。誰それ、ではなくなったと思うわよ。そこで、ちょっとだけ突っ込んだ話をしよう。前日談の話と、多少、矛盾が出てくるところもあるが。それも歴史の楽しみだと思って、見てほしいわね。では、そろそろ行こうか。語るのはズバリ、頼之派、と芝派、についてだ。ここまで見た感じだと、赤松、京極、今川が頼之の派閥。芝、渋川、山名、時らが、反頼之の派閥、芝派、って感じよね。ああ、ずっとそうやって説明してきたからな。しかしだ。本当にこのように区切っていいのか、と問われたとき、ちょっと口ごもってしまうような、区分けではあるんだ。え、どういうこと？最初は、時氏から話すとしよう。時氏は芝派、そのように通説では位置づけていた、この根拠は、頼之政権の前、柴田勝根の政権で、時頼康が伊勢守護を獲得していたのに、高常の失脚した成治の変前後に、守護職を失っているから、時氏は芝派だったため、勢力を削られた、と説明されてきた。なんか聞く限り、問題がない気がするけど、実際、時氏が高常政権の時点で、芝派だった可能性もあるから、問題ないと言えばない、が、伊勢守護を失ったことについては、芝派が同行ではなく、日記吉永の伊勢守護復帰運動のためで、これをもって芝派とするのは、早計なんじゃね、という指摘もあるわけだ。なるほどねー。確かこの後、比叡山の州徒たちが暴走して、幕閣が日和る中、頼之が強硬策を打ち出したけど、頼之を支持した数少ない幕閣が、時頼康だったわよね。また、頼康は1368年に評定宗に就任している、このことから見ても、1370年初頭まで、頼之と頼康の関係は、悪くなかったんじゃねえかってことだぜ。でもその後、皇位継承問題で頼之とぶつかって、頼康は軍国に引きこもっちゃうわよね。ああ、これは1370年末から、1371年にかけての出来事だった。そして、この時に評定宗を辞している、時頼康を明確に反頼之派、と位置づけていいのは、この時期ではないか、ってことだ。うん、まあそれはわかったけどさ。まさか、こうやってちまちまと、諸将の立場や動きを補足していく感じ。ああ、そうだ、うぷ主が、でも実際はこれ微妙なんだよなー、と思いながらも、わかりやすさを重視して、ごにゃごにゃ言いながら、前日談作ってたら、フラストレーションが溜まってしまったんで、こうやってストレス発散会を作り、みんなにも付き合ってもらうというわけだ。まあ私はいいけど、本当に再生数死ぬわよ。オタクはめんどくさいわね。さあ、続いては山梨を見ていこうか。山梨も、実は最初から、反頼之、ではなかったりするの。いや、山梨は最初から、鉄頭鉄尾、反頼之派だ。1367年、細川頼之が上洛して、官吏に就任した時点で、山梨のボス、時氏は不快感を示し、
時氏の死後は、息子の山名諸義が頼行と対立、筋金入りの反頼行派だぜ。なんで山名氏はこんなにはっきりとしたアンチ頼行なの？これは推測なんだが、頼行の前職が問題だったんだと思うぜ。頼行の前職？あ、中国慣例ね。頼行は中国慣例だった時代に、足利忠冬に味方していた山名氏と敵対する立場にあったわ。そう、おそらく山名氏と頼行の軋轢は、慣例になってからのものではなく、その前から引きずっていたものなんだろうぜ。なるほど。だとしたら、前日さんの解説で何も問題なくない？いや、あのままだと、ちょっと問題があるんだぜ。問題？山名氏は反頼行派ではあるが、芝派とは言い切れないんだな。あ、そういうことね。そう、山名氏と芝氏の良好な関係は、資料上に見えてこないらしいんだ。そうよね、公約の政変の時、京極と時が、足利義満によって討伐令を出されていたけど、あの時の山名氏って確か、ああ、1379年2月に時氏討伐令が出された時、山名氏は義満の命令を受けて、時氏討伐軍を編成しているんだ。じゃあ山名氏は、公約の政変において、頼行と対立したわけじゃないってこと？そこは正直わからん。が、公約の政変で、頼行が失脚した後だと、山名氏は強硬な反細川派として動いている、河野氏が頼行によって撃破された時、備後まで下校して、頼行に対抗しようとしていたことからも明らかだ。ただ、これはあくまで政変後の動きだ。政変の最中に山名氏が、どういう動きをしたかは、いまいちよくわからないんだよな。確かにこれを本編で言及したら、尺も伸びてぐだりそうね。山名氏については、公約の政変後に、ちょっと興味深い動きも見せているんだが、そこは本編で触れることとしよう。また宿題が一個増えたわね。続いて、渋川氏に行こうか。ここは義明の正室、渋川公子が、芝派の裏ボスとして、存在している感じだったわよね。中世において、幼少の当主が、家を継承することになった場合、前当主の妻が家の保全のため、力を持つのは普通のことだ。渋川公子も同様で、義明の死後、嫌おうなしに、権力者になってしまった感じだろう。1371年の皇位継承問題で、頼行と対立しているのは、資料から見ても事実だろうし、芝派の中核にいた可能性は、個人的に高いと思うが、九州短大の人事については、頼行と本当に対立していたか、実はわからない。なんで、頼行によって渋川氏は、九州短大から外されたのよね。ああ、そこは変わりないぜ。じゃあなんで、九州短大解任の人事が、孔子との関係悪化につながると、言い切れないわけ？これは極めて曖昧な話で、どこまで行っても可能性のレベルに過ぎないんだが、渋川孔子は渋川氏の九州派遣に、あまり賛成ではなかった可能性があるんだ。挙げられるのは、か細い状況証拠だけだがな。まず、渋川氏の九州派遣は、1365年、足利義明によって決定されている。そして1367年、義明が死去し、孔子が将軍家の庇護者となった直後に、渋川氏の九州派遣を中止して、別の人間を当てようとする、話が上がっていたりするんだよな。これをそのまま受け入れるなら、渋川氏の九州短大は、義明が望んでいたことであって、孔子が望んでいたものでは、なかったってこと？その可能性が、私は割とあると思うぜ。まあ、そうよね。この時の短大って、大きな力を手に入れられるかどうかは、その時の幕府の意向と自らの力量、そして運次第。欧州短大とか見てもわかるんだが、この時代、短大になっても成果が出ず、そのまま埋もれてしまった足利一族も、普通にいる、短大になることは、リスクもかなりあったんだ。ってことは、九州短大の人事は必ずしも、渋川氏と頼行の関係悪化を、意味するわけではないってことね。
可能性として、考慮はしてほしいな。そして次、芝派のボスである、芝氏についてなんだが、芝氏と頼行の対立が明らかになるのは、1377年の、例の越中での紛争以後なんだ。芝氏は黒人との紛争中に、越中にある頼行の所領を、焼け野原にしてしまったのよね。まあ、越中での紛争が起こる前から、皇位継承問題などで渋川公子と絡んで、頼行と対立していたのは、確かなんだろうがな。越中での紛争が起こるまでは安東に、とどまっていたのかしら。そうだな、だからこそ、頼行政権が、長く持ったのかもしれん。公約の政変のきっかけは、興福寺の要請を受けて、大和の統治士を討伐しようとしている最中に、討伐軍の中に、頼行を打ち倒す計画があると噂され、事実、芝義行と時康行が、その後の帰落命令を無視。これに対し、義満が制裁を加えようとしたことから、一連の流れが始まる。芝義行の頼行潰し、が露見した後、凄まじい連鎖が起こって、あっという間に頼行が追放されちゃったのよね。ああ、義満が芝義行を即座に許していること、その後に義行の意向も受けて、時や京極への討伐令を取り下げているのを見ると、義行がやはり司会であり、相当な実力を持っていたんだろうな。そんな芝義行が、表立って頼行とぶつかり始めたのが、公約の政変の2年前だものね。両者が早い段階でぶつかったら、もっと早くに頼行政権は、崩壊してたかもしれないわね。と、以上がいわゆる芝派の内訳だ。なんか想像以上に反頼行派の集合体、ね、芝氏を中心にまとまっているわけでは、全然ないわ。ああ。特に時や山名なんかは、派閥とか関係なく、個別に頼行と対立していた感じだな。しかし対立の契機が皇位継承問題だったり、丹大時代から引きずる、圧力だったりと。慣例、細川頼行、はやっぱり、最初から火種を抱えさせられていた感があるわね。で、続いて頼行派と思われる、この男について、少し話そう。お、今川良春。この男は頼行の時代に九州丹大に任じられ、慣例の頼行から多くの支援を受けていることから、頼行派である、と説明してきたし、通説でもそのように扱われてきた。が、実はこの男、本当に頼行派であったか、結構微妙だったりするんだよな。え、そうなの。まず、頼行と今川良春の関係だが、頼行が慣例に就任するまでの間、両者の友好関係を示す資料は、特にない、関わりがあまりなかった可能性すらある。まあ、それはしょうがないんじゃないかしら。頼行は慣例に就任するまで、四国に引きこもっていたんだし。そして、九州丹大の人事なんだが、さっきも言った通り、この時代、丹大職に就くことは、必ずしも栄転であったとは言えない。そうだったわね。というか、頼行自身も、中国地方への出航を、バックレたことがあったわよね。ああ、丹大はリスクが高い仕事で、うまくいかない可能性も十分ある。そして、頼行派だから、という理由で、良春が九州丹大になったわけでもないんだろうな。なんでそんなことが言えるわけ？九州丹大を専攻した時の話になるんだが、実は当初、丹大は今川良春でなく、山名諸義が就任する予定だった。え、そうなの？その後、理由はよくわからんが、諸義の丹大就任が立ち消えとなり、今川良春が丹大になった？というわけだ。山名諸義ってさっきも出てきたわよね。山名時氏の息子だっけ？そうだ、そして反頼行派の代表格だ。そんな人物が頼行政権下で、九州丹大の最有力候補になっていた。確かに、九州丹大の人事において、頼行派だったか否かは、あまり関係してなさそうね。その後、頼行が良春を支援したのは、良春が自派閥の人間だったから、ではなく、慣例としてなすべき差配をしただけでねえの、という、見解もあるわけだ。でも、
良春がより有機派であることを否定する材料は、それだけなの。ちょっと理由としては薄い気が。もちろん、他にもあるぜ。後世のケイズがソースの話ではあるんだが、良春の妻は、時頼康の命らしいんだよな。だから、時頼康と頼行が反目した、1370年の皇位継承問題後だと。頼行との関係に、ひびが入っていた可能性もあるってことだ。なるほどねー。また、通説では頼行派と見られていた、畠山、赤松、一色なども、頼行の派閥、と言える存在だったかというと、これも怪しい。畠山、一色などは、柴田勝根失脚後、柴氏の分国だった国の守護になっていたため、頼行が公約の政変で失脚し、柴義行が官吏に就任すると、頼行と共に追討されるに違いない、という噂が流れた。これを根拠に、彼らは頼行派と見られていたわけだが、逆に言えば、彼らを頼行派と受ける根拠は、これぐらいしかないようだ。確かにそれって、頼行派というより、反芝派、よね。そういうことになるな。で、ここまでの流れを見てだ、うすうすわかってきただろう。頼行派、芝派、みたいな党派性があんまりないってことが。そうね。反頼行派、反芝派、という、アンチの集合体みたいな一派はあるけど、反頼行派、が芝派というわけでもなければ、反芝派、が頼行派というわけでもない。そうなんだ。だから、こいつは芝派、こいつは頼行派、と、一概にして説明ができないんだよ。敵の敵は、味方とは限らないってことね。そして、これを見てうぷ主が感じたことだが、この構図、何かに似てるとは思わないか。何か。なんか、応仁の乱に似てね。確かに、言われてみればそうかもね。今回はある程度ディープな歴史好きに向けて作ってるから、応仁の乱がわかっている、という、非常に乱暴な前提で話すが、応仁の乱は日野富子が悪女で、彼女が息子を将軍にしたいがために、起こしたわけではない。足利義政にやる気がなく、政治から逃げていたため、起こったわけでもない。諸大名の対立、という地雷が、あちこちに埋められており、その地雷源で、義政を中心とした連中が、タップダンスした結果、すべて爆発したって感じよね。すんごいざっくり大雑把にまとめたら、そんな感じだな。改めて見ると確かに、室町幕府のこういった性質、応仁の乱の100年近く前から、あまり変わってないわね。それだけじゃない？応仁の乱で赤松はなぜ細川に味方した？細川との友好関係もあるかもしれないけど、最大の要因は、山名を潰したいからよね。そして、なぜ大内は山名に味方した？大内と山名が縁石ってのもあるけど、やっぱり一番は、細川をぶっ潰したいからよね。他にも、両畠山や両芝、一色、武田などといった諸将も、細川の派閥だから、山名の派閥だから、というより、普段から対立している相手、生きていては困る相手を、ぶちのめしたいから、そいつの敵になる陣営につく傾向がある。そしてそれは、公約の政変のあたりでも同じ、一見、頼行派、と見られる集団は、反芝派、で、別に頼行の味方というわけじゃない。これは芝派についても同様、反頼行、が集まっているだけで、別段芝氏の味方というわけでもない。だからこの時代の政争は派閥の構想、として見るより、ここの対立構造、を重視してみた方が、良いと思うし、室町幕府のこういった性質は、初期から後期まで、あんまり変わってないんじゃね、と言いたかったんだな。まあ、言いたいことはわからなくもないけど、すんごいとっちらかった感じで終わりそうね。いいんだよそれで、今回はここら辺の時代の、とっちらかり具合を分かってもらいたくて作ったんだ。でもさ、前日譚の公約の政変では、マリサは割と、党派を重視するような発言を続けていたわよ。あれはなんで？そりゃ当然だぜ、だって。いきなりこんなぐちゃぐちゃで曖昧なものを投げつけて、ついていける人が何人いるんだよ。まあ、それはそうよね。まず細川と芝、
諸大名の通説的な立ち位置、そしてどういう人物がいたのかを、話さないと、なかなか受け入れられないわよね。よく、唐突に自分の推している時代や、推している人物を語り出して、不況、と称しているオタクがいるが、はっきり言ってそういうのは、不況、になってない。最悪、自分の好きな話ばっかり強引に持ち出す、うざいやつ、としか認識されず、遠ざけられる可能性すらあるぜ。あくまで最初はわかりやすく、ほんわかと掴んでもらうのが大事なのよね。というのが2年間動画を投稿して、うぷ主がよくよくわかったことだ。動画投稿するまでは、なお、とか言って、自分のしたい話を持ち出して、自分は不況している、という感覚もあったけど、これは完全に間違いであったと、気づけたわね。というわけで、動画を投稿するようになって、2年経ちましたが、いつもご視聴くださり、ありがとうございます。うちのチャンネルも、ようやくスタンスが定まってきました。歴史学の先生たちの研究を、できる限りわかりやすく伝えて、歴史学、が好きな歴史好きを増やすため、橋渡しの役を担いたいと思っております。我慢できなくなると、今回みたいに、ちょっと面倒な話をする時もありますが、あ、発作が起きたんだな、と思って、聞いてやってください。それでは今回はここまでです。次回から吉光解説、本編に入ります。本年も投稿を続けていきますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。